で、例に使うのは、確率的最短の問題。で、本当はこの確率は分かってないっていう状態で、マシンラーニングを使うんだけど、まあ最初は確率が分かってるとして、まあ例題として、こういう問題。で、これ、ここが、自宅支点ソースで、ここが終点ターミナルで、ここからここへの最短経路をやるっていう簡単な問題です。で、こっち側が高速道路で、こっちを使うと、時間は不安定だけど、早く着く。確率2分の1で1。確率2分の1で3。こっちも同じ。で、でもこっちとこっちの、枝の長さの発生の確率は独立としましょう。とりあえずね。で、まあ、平均取ると2だよね。2。平均取ると2。なんで2なんで、この高速使った方が早いんだけど、こっちが、まあ、下道走ってる。3.5とか1.5とか1とか。で、最大時間は、5時間としましょう。ね。最大時間。5時間を超えないようにしたい。という問題。で、これを、まあ、確率が分かっているものとして解くとどうなるかっていうと、一番簡単なのは期待値を計算して、期待値を最小にするようにする。だから予測が完全にできて、機械学習がパーフェクトにできて、期待値が、点推定ができているとしましょう。そうすると期待値は2で、期待値は2なんで、最短経路は当然2になる。これ上になる。いいよね。で、こことここの枝の移動時間が独立と仮定するとどうなってるか。実際は、期待値は到着時刻4なんだけど、4なんだけど、実際どうなってるっていうと、確率4分の1で6になって、両方悪い場合3になるから。で、確率、あと4分の1で2になる。早い時は。だけど、その他の時は期待値と同じ4になる。ということです。で、これ困るのは、この確率、4分の1の確率で、実行不能になるわけね。遅刻しちゃうわけ。だから、これが、まあ、期待値は少ないんだけど、確率最適化としては実行不能という意味。だから、まあ、4日に一遍は遅刻してもいいよっていう、そういう確率制約のもとでは、これが最適になるんだけど、実行不能の時のペナルティが大きいと仮定すると、これはこの答えは良くないってで、実際は、Tmax5 っていう制約のもとでは、下道を行くのが正解で、期待値は5。まあ、当たり前だよね。こっちは確定的なので、ばらつきがないので、これしかないよ、実行可能解。一応解は3つあって、上行く、下行く、こう行くって、途中までこれで行って、そこから下道に乗り換えるってで、これは、Tmax5.5 の時は、これが最適になって、で、期待値はどうなってるかっていうと、4.5。さっきの5よりは少ない。で、ただしこれも、実行不能で Tmax5 の時は、確率2分の1で遅刻してしまう。30分遅刻してしまうので、実行不能になってしまう。まあ一応こういう解もありますよねって話。これ最適ではないね。こういう回があるよってことね。間違いない。で、そうだね。リコースっていう、さっきのは、確率的な事象が発生する前にパスを決めていた。だけど、事前にパスを決めておかない方法が確率最適化では。どうするかっていうと、さっきまでのは、Here and Now Solution って言って、出る前にパスを決める。でも途中でパスを変えていい。Wait and See って言うんだけど、とか、リコースって言うんだけど、リコース戦略となんと、どうするかっていうと、ここまで高速で移動して、ここの移動時間が1だったら、こっちを通過する。ただし、こことここの分布は、この場合同じ相関1と仮定してます。そうすると、こっちが1だったら、こっちも1だろう。実際、雨が降ったりすると3になって、晴れだと1とかね。っていう場合は、ここまで行って、こっちが空いてれば、こっちも空いてるでしょ。まあ、つながってるからね。と仮定して、ここまで行ったときに、ここが3だったら、こっちに行く。という方策を取る。ね、この最適方策、最適解ではなくて。そうすると、移動時間は、3.75。で、これが一番早い、ね。で、ただし、途中まで3でこっち行くと、これも実行不能なんだよね。
確率2分の1で5.5になるんで。だから、でも、これは一応最適方策。Tmax 5.5だったら最適になる。いう答え。で、ここからが、機械学習と最適化の融合のやつで、文脈付き。文脈っていうのはコンテキストの訳で、過去の天気と移動時間のデータを持っている。で、この天気のことを文脈という。で、天気によって、この移動時間が変わるものとする。だから、で、その日の天気は分かっているとする。その天気予報当たっているとかでする。文脈は晴れか雨かという条件、文脈 F の条件下での、確率変数 C の予測値、C ハットっていうのが、分かっている。で、これをうまく決めたい。機械学習で。で、普通は誤差が減るように、これ過去のデータで111311だから、まあ、4対1ぐらい、4分の3ぐらいで、4分の3ぐらいは1で、4分の1ぐらいで3になる。こっちは雨だと反対だね。4分の3で3。4分の1で1になるみたいなのを予測する。この過去のデータをもとに、誤差が最小になるように予測をして確率を決めてしまうと、さっきと同じになっちゃうんだけど、さっきの確率最適化と同じになっちゃうんだけど、だから、これがその、あの、なんていうの これから、まあ、予測をした C ハットとするんだけど、これは、この後で最適化をする。最適化をした時の解が良くなるような C ハットっていうのは、を出したい。っていうのは、ちょっと新しい融合したアプローチになる。だから、普通は期待値が最小になるように C ハットを決めて、これも実は期待値最小になってるんだけど、さっきの確率モデルの、仮定のもとでは。だけど、これじゃ良くないんだね。良くない。最適化、その後に最適化をするときにいい予測、いい C ハットを出したい。っていうのがこの問題。文脈付きの予測最適化問題。スマートプレディクション全オプティマイズっていう名前で、まあ、結構この後も論文がいっぱい出てきた。もので、アイデアのもとは、費用の実現値っていうのは分かる。ビンズだったかな。C っていうのが実現値。その日、実際行ってみた後だと、その日、何時間かかったのってのが分かる。で、それを実現値が分かっていれば最適解が求まるよね。で、その値がこれです。Z スター C。C ってのは実現値。実現値が分かったと仮定して、実現値が分かったとして、その時の最適解が Z スター C、ここに入ってる。で、機械学習やった時に、今は分かってないので、予測をした C ハット、過去のデータから予測をした C ハット、1が1.5とか、で、これが予測値、C ハット、晴れの時は1.5だ。雨の時は2.5。で、今日は晴れてると分かってるから、予測値は1.5だったね。1.5ってなった時の最適解が、X スター C ハット。X スターは最適解オラクルって言って、C とか C ハットを与えると最適解を返してくれるようなものだと思ってます。で、この場合 C ハットを入れると最適解はこれだよね。上を行きましょう。返ってくる。その最適解においてのこの実現値を掛け算した。実現値は実は、その日は晴れてたけど、3時間かかりました。なんか渋滞してました。としましょう。これ3なんだ。で、3たす3なんで、この値は6。で、実現値。本当の最適解。この3、3って分かった後、こっちのグラフでの最適解はこれだよね。だから、5だよね。5時間かかる。こっちが6だから、この C ハットの予測のもとで、この実現値がなると、ロスは1になったね。で、これがロス。本当にしたい。C ハットと、C ハットってのは前の予測だから分かっている。実現値も分かる。機械学習だから。データがある。晴れの時で C が分かりました時のロスが計算できるから、これをもとにもっといい C ハットはないのっていうのを、学習する。それが機械学習。でも、実はこのロス関数、本当はこれが理想なんだけど、このロス関数は、凸じゃない。微分できない。ので、その代わりになるものっていうのが、この論文で提案された、最初に提案されたもので、その後もいろんなのが提案されてるんだけど、こういうロス関数、ロスプラスってのがついてて、
まあ、ちょっと変だね。こんなので。SPO プラスロスト。で、これは実は凸関数で微分化の。微分化のでもないのか。凸なんだけど、列勾配出せる。列勾配っていうのは、まあ、勾配みたいなの。これ線形関数のマックスが入ってるから、区分的線形な関数になるから、微分不能な点もあるんだけど、列勾配には出る。で、列勾配があれば、この機械学習が動くんだね。このロスを計算して、ロスが最小になるような、この機械学習の中のウェイトっていうのを、ウェイトをいろいろ調整して、いい C ハット。よりいい答えになるような C ハットに、移せる。移れる。で、これをたくさん反復すれば、この期待値ではない、もっといい、多分もっと大きな値がいいんだろうね。出てくる。で、どう計算するかっていうと、一回最適化問題を解く必要なんだね。この問題を解かなくちゃいけない。だからこれは、一個線形最適化を解かなくちゃいけなくて、まあ一応、この手法の弱点としては、目的関数だけが、予測するものってなってる。その後、いろんなバリエーションできて、目的関数じゃないのも確かできるようになったような気がするんだけど、まあいいや。で、何かっていうと、実現値 C から元の予測値 C ハットの2倍を引いたもの。これ、なくてもよくて、アルファの時はこっちがアルファかな。まあ、適当なパラメータ。まあ、この場合2ってなってるんだけど、引いたものだから、これから1.5から、1.5の2倍か。1.5の2倍を3から引くから0だよね。0。0になる。0の元での最適解はっていうと0だから、これ0ね。これ0。で、これは何かっていうと、さっきの記号で、これ X スターというのは最適解オラクルだから、C の元で、こっち C が分かった時の最適解オラクルは、これだよね。その時の、こっちやった時の C ハット。C ハットはここだけ C ハット変わるんで、こっちは一定だから、これ5だよね。この2倍だから、10。10と、これが本当の最適解。本当の最適解は5。ね。だから10-5で5。で、これは必ずさっきのちゃんと計算した時の SPO ロスの上階になってるってことが示せる。ここがポイントで、まあ、上階なんで、まあ、本当は近ければいいんだから、この場合遠いんだけど、で、これだと、この機械学習が動くので、これで学習していって、いい C ハット、すなわち、いい最適解を出してくれるような C ハットを、なる。で、これがその、さっきの論文、スマートプレディクト全オプティマイズ化の、その後バリエーションもいっぱいあって、確かパッケージも出てた。パイエポってのが出てた。で、これだと制約が強すぎるので、私が使いたいと思っているのはこちらのアプローチで、エスティメーション全オプティマイズ。これもっと簡単で、過去の晴れだったら移動時間何とかっていうので、雨だったら移動時間何って、こういう分布を予測する。単なる点推定ではなくて、分布を予測しておいて、で、その日晴れたり雨だったりしたら、この分布からサンプリングして、いわゆるそのシナリオを作っていう普通の確率的最適化をすればいい。という。そうすると多分、晴れの日は上、雨の日は下とかね。っていうのが、その期待値を最小にしてもいいし、確率最適化っていろんな手法があるの。期待値を最小にしたり、またはリスクを考慮して、遅刻するリスクをどう考慮するっていうので、確率制約にするか、遅刻する確率が、まあ、年に5回までとかね。という制約にしたり、またはロバスト最適化だったり、C バー、コンディショナルバリューアットリスクといって、バーというのはこっち側になる確率。これを超えてしまう確率。っていうのを計算する。これ計算しづらいので、コンディショナルにして計算しやすくしたものが C バー。で、この上階になってるみたいなのもあるので、まあいろいろ使えるだろうと。こっちの方がまあ応用がしやすい。ので、これだったら、なんかコンテキストがあって、例えば在庫の最適化とかね。には使えそうだなと思っていると。